ごきげんよう。はい、ごきげんよう。これがフランスらしいんだけど、うんうん、なんか石像みたいなのがあったもんな。はいはいはい。で、こちらベルギーチーム。ほう、そうだな。うんうん、かぶとかぶってる。うん、頭が綺麗じゃない、これ光っとるわ。真剣光っぽいな、良いな。うん、してして、で、今度は竜だな。竜、あ、おっ、うん、あ、トラもおる。ほら、あそこ本当だな。うんうん、トラと竜じゃん。トラと竜じゃん。上杉と武田かな。だからけどな。蛇も、蛇も、うん、おー、本当だな。金魚じゃな、金魚、うん、やはり魚多いな。そうだな。エビ、エビとこれ、エビ、エビの左側に違う。こちらは、こちらは鷹の、あ、鳳凰じゃん。おー、これもすごいな。うん、うん、うん、そうだな。で、そしてあー、すごい、暴れ馬と美女の舞。ユニコーン。そうじゃ、ユニコーンじゃな、角生えてるな。ユニコーン、羽はないな、うん。で、こっちもう書いてある、ユニコーンと書いてある、ちゃんとこれ分かりやすいぞ。これユニコーンじゃん。やはり羽はないな、うん。あ、誰か座っておる、後ろに誰じゃんか、後ろに座っておるぞ。うん、お、こちら金賞となっておるのがあるぞ。家族。そうじゃな。家族ということだな。何の家族だろうな。すごいな。なんだろうな。魚あるな、いるな。魚好きじゃけど、かわいいな。エンゼルフィッシュみたいなやつか。うん。うん、綺麗じゃな。こちら勝利の女神。勝利の女神。わらわ、わらわ。うん。そうだな。完全に被ってしまった。処理の。うん。そしてこちら扇、オリンピックのあれか。うん、あ、すごいぞ。五輪の。オリンピックの何じゃ、エンブレムじゃった？そうだな。取、うん、ってあるな、うん。うん。オリンピックとパラリンピックのな。勝利じゃな。勝利だな。勝利の栄光。うん。あ、龍はな。うん。そして、おお、これもやっぱなんかやっぱユニコーン多いな。そうじゃない、うん、これもユニコーンだな。ユニコーンの年なの。もう4ついたぞ、ユニコーン。いっぱいいたな。の持ったもんな。おったおった。これは飛躍。飛躍、飛躍するのは、うん、龍かの。飛躍、龍っぽいな。キリン、キリンなのかこれ。あ、足あるもんな。キリンが来るのですか。キリンかな。あ、そうか。うん。あ、足、あ、あれか？な、ケンタ、ケンタウロ。竜に馬、馬と人だぞ。そうか、そうか。これキリンっぽいよな。そうか。かっこよい。すごい。そしてこちらが鷹。いやー、天使と今日はアルプスも非常に綺麗に晴れてるな。すごいな。はい、今年な、氷上フェスティバルより、はい、送り出しました。夜間も出ておって良いと思うぞ、はい、来年もまたお楽しみ、はい、ではまた、いやいや、ウラ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 、なんかいいな、そばあるぞ、うん、うん、シャンモ、シャンモはこちらはシチュー、あ、高木さんであるお、甘酒があるぞ。そうなんだよ、飲みたい。クレープやな。なんかシュワーって言っておる、何だろう。焼き栗、栗が焼けたのか。あ、なんかこれ気になるんですよ。チーズキャンドル。そうじゃ、どういうものなんじゃろう。おかみさんの買い、豚汁だな。うん、どうぞ。から焼き、こんな形であるな。ちょっと甘酒もそこにもある。甘酒、あ、ほんだ。その甘酒飲む、甘酒飲むか。ありがとうございます。はい、どこが今
チーズキャンドルなる食べ物のいただきましたのでな。ありがとうございます。はい。はい。ここで巻いた。はい、チーズキャンドル。じゃあ食してみるぞ。うん。チーズキャンドル。なんかな、塩と塩コショウがあったらしくてな。うん。塩コショウにした。塩コショウにしたか。うん。いただくの、はい、なんか人気って書いてあったぞ。まだ人気って書いてあった。おー、なんかヒルナンデスで紹介みたいなの書いてあったな。あー、昼の食事の品物を発表させていただきまする。ご覧いただき誠にありがとうございます。直接ステージではこの後10時から早朝フェスティバル大抽選会を行います。まだ抽選券抽選を投函していない方はステージ横の抽選ボックスにお入れいただきたいと思います。ちょっとわさくさくいっちゃおって、おう、うん、熱々なんだけど、揚げてあるのか。揚げてある。うん、餅入っておるぞ。おお、これチーズなのかな。チーズはチーズ、餅なの。あ、うん、多分中、外のやつがチーズがカリカリしておるけど、あ、ビーミー良いで分かる。うん、伸びるな。また熱々を熱々に感じる。そして、うん、飛ばし込みで見るなど、美味しい食べ物が満載です。皆様どうぞお出かけくださいませ。新しい感覚の、うん、本日は国宝松本城東京フェスティバル、なんかよくあるじゃないか。唐揚げとかなんかこうフランクフルトみたいなのがあるじゃん、はいはいはい、あれ、うん、あれと並べそうな感じ。やっぱこれチーズなのか、なんかもちもちに感じるんじゃけど、良いでもね、うまそうじゃない。でも私も食いたいがちょっとな、うん、揚げてあるかもしれないな。小麦があるかもしれない。うん、ではいただきます。はい、ではいただきましょう。いつも徳姫チューブご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。高評価ボタンよろしゅうに。チャンネル登録はこちらから、その他の動画こちらから。チャンネル登録よろしゅうに。